LGBT は生産性がないと自民党杉田議員が主張した問題、安倍総理が多様性を尊重すべきと指摘。自民党の杉田水脈衆院議員が同性カップルを念頭に子供を作らない、つまり生産性がないと、LGBT 性的少数者への行政支援に対し疑問があると寄稿したことについて、安倍総理が昨日コメントを述べました。自民党としてすでに見解を表明しているものと承知をしております。人権が尊重され、多様性が尊重される社会を作っていく、増やしていくことは当然のことであろうと思います。これは政府与党の方針でも。杉田氏側は事務所を通じて真摯に受け止め、今後検査に努めてまいりたいとコメントを発表しております。身長45のその記事、僕も全文読みましたが、問題提起の部分として、その社会のシステムであからさまな差別はないじゃないかと、例えば同性カップルとそれをこう告白したときに社会が理解してくれないというより、一番傷つくのは例えば自分の親だったり肉親が理解してくれないことなんだというような、そこの指摘の部分はあったんですが、ただこの生産性がないという表現に関しては、これはいくらなんでもと。ダメでしょうね。いう形がありましたが、どうご覧になってますか。この問題は僕が、日本ってのは僕、そんなに厳しくないと、他の国に比べましたね。エジプトにいた時に親友ができましてね、アメリカの。はい。で、一緒に女の子口説いたんだけど、実は彼は、バイだったんですよ。あ、なるほど。両党使いだった。それでその後ね、長い話短くすると、エイズで死んじゃうの。80年代だけど、80年代、だからアメリカもね、そんなに優しい社会ではなかった当時は、そして徐々に軍隊の中の同性愛者をどうするかという議論があって、ここまで来てるわけですよね、ですから、日本なんかはその別の意味ではタレントさんにもいろんな、いるし、私はそこは許容度高い部分もあると思ってるので、ただそのこういうことはやはり少なくとも政府としてはね、与党としては、それは政策があってしかるべきなんで、これは総理の言う通りだと思います。問題提起は僕は大事だと思うけど、言葉遣いは気をつけた方がいいということだと思います。国会議員であるということであると、その最終的なこう責任の取り方としては、選挙です、自分のところの、この有権者の方々がどう判断するかと。そうです。でアメリカの場合だって、そういう保守系の人はいましてね、それは反対者もいますから、そこはいいんです、ただそれは選ぶのが有権者ですから、どう判断するかということだと思いますよね。だからアメリカなんかの場合は、そのポリティカルコレクトネスと呼ばれるもの、それに疲れちゃった人たちが、ある意味、トランプさんのようなこうぶっちゃけて話すっていうところをこう支持した部分も、一面としてはあったわけですね。それはもう宗教的には絶対認めない人たちもいるし、そしてそれを徐々に認めようとしている宗派もあるし、いろいろですよね。ですからそこは、それこそ多様性なんで、そこは認めていかないといけないとは思いますけど。政治は権力闘争だから、もうね、あらゆるところでこうバトルをするんですが、なんかこの問題がどんどん政局に使われてしまうっていうのは、かえって議論がどこまで進むかっていうと、本当の理解には到達しないでしょうね。政治の道具にするという問題ではないと思いますよ。もっと真剣に考えるべき問題だと思う。本人にとっては全く大変の大きな問題ですからね。まだこれは議論の賭場口に我々日本は立ってるっていう感じですかね。ずっとこうですよ。これからずっとこうなると思います。どこの国も同じです。